最近本当に暖かくなってきましたね。そうね、ほんと春は気持ちいいわ。花粉症のやつは辛いだろうけどな。そういえば、霊夢は花粉症なんだっけ。ああ、あいつ今頃くしゃみばっかしてるぞ。プエクション。ああ、今年も花粉がきついわねー。あ、やば。プエ、クスタシー。それにオウカとセッカはミコの仕事で実家に帰ってるしな。そういえば言ってましたね。冬から春への受け継ぎがあるらしいんですよね。ああ、春へ変わったってことで、冬のミコが終わりの冬の前、春のミコが春の始まりの前を踊るんだよね。まったくどこかのミコとは大違いだな。そういえばウプ主はどうした？まだ寝てますよ。はあ、またなの。今回は誰が起こしに行く？私は行きたくないんだぜ。それを言ったらみんなそうですよ。あ、起きたみたいね。それにしても随分賑やかな目覚めですね。みんな、大ニュースだよ。どうしたんだぜ、ウプ主。とうとうお漏らしでもしちゃったのかしら。それだと隠すよ。隠しますとも。そうじゃないんだよ。ビッグイベントなんだよ。まさか、今日はスーパーの特売日ですか？いや、ウプ主がそんなこと知ってるはずないだろ。違うよ、ちなみに特売日は明日だよ。知ってるんかい。それじゃあ、一体どうしたんだぜ。それはね、今なんと特番で窓マギとのコラボイベントが始まってるんだよ。なんですって、あの窓マギ。ウプ主、早速ゲームを始めようなんだぜ。了解、それじゃあ早速始めよう。というわけで急遽、特番の実況をやっていきたいと思います。ウプ主、今回は何をするんだぜ。今回は窓マギのコラボガチャ単発と10連ガチャを1回引いて、その後当たったキャラで、イベントクエストに挑戦したいと思います。それって逆にコラボキャラが当たらなかったらただのイベントクエストをクリアする実況になっちゃうわね。それもまた、一強さ。ちなみにウプ主さんは誰狙いで行くんですか？それはもちろんカナメマドカちゃんでしょ。それでは早速ガチャを引きに行こうなんだぜ。コラボキャラはボイスがついてるのね。しかも、10連ガチャはコラボキャラ一体が確定らしいですよ。うん、そのために初心者の特権を活かしてクエストでガンガン石を手に入れたんだからね。お前、初心者かよ。最近始めたら、たまたま窓マギのコラボイベントの数日前だったから、これはもう運命だね。こういうイベントの時だけ頑張るのよね、ウプ主って。まったくですよ、たまに派別のところで発揮してほしいですよね。それじゃあ、ピックアップキャラ一覧が一周したところでガチャの提供割合を見ていこう。また、どうして提供割合を見るのよ。先に提供割合を見せて、視聴者さんに、これを当てたのはこれだけすごいんだぞ、って教えるためさ。逆に言えば、外れた時はこれだけ難しいんだから仕方ないよね、って言い訳するためですよね。聞く。まったく、ガチャは正々堂々引くもんだろ。ちなみに10連ガチャの確定での出現率は、星6が約 5%、星5も約 5%、他は 90% ね。おお、これはなかなかですな。おい、他の確率脳はいないのか。まあ、大体わかったし、早くガチャを引きたくてうずうずしてるんだよ。まずは単発ね。うわぁ、私ガチャ実況は初めてだからドキドキします。いきなり虹色来たぞ。コラボキャラじゃないけど、すごく強そうだね。ティアマットね、どこのメーカーですか？マットのことじゃねえよ。今回の僕はなんかミラクルを起こしそうな気がするぞ。そうね、今日はついてるわ。これは10連も楽しみね。それでは、今回の目玉、10連ガチャを引いていきたいと思います。ここはぜひ、コラボキャラを当ててほしいんだぜ。お？まさか確定か。僕と契約して、魔法少女になってほしいんだ。私、魔法少女ですけど。あ、ここにも二人いたね。でも、なんか違うんですよね。うわぁ。虹がたくさん。ここ出てきてるんだぜ。まさかの半分。ふぅ、僕のガチャ運はとんでもないな。最初の星5キャラはギルガメッシュなんだぜ。うん、普通に強そうね。リアクションが薄いですね。おぉ、まずはコラボキャラの桜京子ちゃんが出てきたね。これよ。せっかくのコラボガチャなんだから、コラボキャラを当てないと意味ないでしょ。なるほど、確かにそうなんだぜ。そうだね、僕も絶対にカナメマドカちゃんが欲しいんだ。頼む。たあたし、カナメマドカ。マドカってよね。やったわい、やったぜ。ウプ主、本当に当てやがったんだぜ。おめでとうございます。なんだろ、私も嬉しいわ。やったね、アリス。いや、まだ満足しちゃダメよ。まだ虹は2つあるんだから。3体目のコラボキャラ、ミキサヤカちゃんが当たりましたよ。あと1体で、窓マギフルメンバーでクエストできるんだけどな。残りの虹は1つなんだぜ。
でも最後の1体はコラボキャラ確定よ。つまり。お最後にアケミホムラちゃんが当たったよ。やったな、ウプ主。星5のコラボキャラは揃ったぞ。まさか、ここまで引き当てるとは思わなかったわ。これが窓マギアイだよ。愛って素晴らしいわ。ね、マリサ。私に振るな。ということで、今回当たったコラボキャラでコラボイベントに挑戦していきたいと思います。ウプ主、当然難易度は。初級だよね。やっぱり、たまには上級とは言わないから中級くらい挑戦しろよ。だって、実況で死んだら嫌じゃん。窓マギのキャラってこんなに弱いの、いらね。ってなったら僕運営に次の助されるよ。別に、企業案件とかじゃないんだから気にしなくていいじゃないですか。そうよ、でも企業案件で、ゲーム紹介ってかなり大変そうよね。そうだな、下手なところは紹介できないから、大抵ガチャ紹介とか、ギリギリクリアできるくらいのクエストって感じだからな。そう考えたら、こうやってフリーで好きに実況してる方が楽しいし、視聴者さんにも楽しんでもらえるよね。まあ、それは人それぞれだから、私たちは気にせずに実況をやっていこうなんだぜ。そうだね。ということで、コラボイベント、お菓子の魔女をやっていきます。お菓子の魔女って確か、紛られるとこですよね。それは言ってはいけない。意味がわからない人はネットで調べてくれなんだぜ。ちなみにブロキウイですよ。ウプ主、結構初っ端から飛ばすわね。最初はホムラちゃんの戦意中ですね。強いんだぜ。相性がいいにしても、かなりの攻撃力ね。まあ、初めて数日だから、もしかしたらもっとすごいダメージとかあるんだろうけどね。来たんだぜ。初級だからって油断しないでくださいよ。そうだね、ここはマドカちゃんに頑張ってもらおうかな。あ、倒しちゃったね。やっぱり中級の方が良かったんじゃないか。そうかもね。トラウマの瞬間だ。ヨウムが恐怖で震えてるわ。ウプ主、私たちが間に慣れたら跡形もないぞ。頭しかないからね。ここはマドカちゃんのスキルで様子見だね。お、相手にダメージを与えて、ウプ主さんが回復しましたよ。マドカちゃんのスキルは全体的に使い勝手が良さそうね。これはぜひこのコラボ期間中に星7にしたいね。お、ホムラさんのスキルも強いですね。縦一線が青パネルに変化したんだぜ。相手はやられちゃったけど、スキルの後に青でコンボをつなげる戦術もできるから、便利よね。これからは、マドカちゃんとホムラちゃんのダブルエースで頑張っていきたいね。それでは、今回の実況でやった通り、マドマギのコラボイベントが始まってるから、僕団を最近やっていない人や今から始める人、チャンスですよ。そういうウプ主も初めてマダさんに聞くらいだろう。そうだね、それじゃあみんなで一緒に頑張ろうか。それでは今回の実況はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録お願いします。また見てくれると嬉しいんだぜ。他にもいろんな動画を出してますので、そちらもチェックしてください。絶対に見てよね。次の動画をお楽しみに。それでは、次回でお会いしましょう。さよなら。